はい、どうも矢沢です。今回はレースクイーンとして活躍されている林さくらさんをお迎えしていろいろお話を聞いていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。今回はレースクイーンとして活躍されている林さくらさんをお迎えして、お話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあとりあえずは最初に自己紹介お願いします。はい、皆さん、フォトエンターテインメント高典矢沢チャンネルをご覧の皆さんこんにちは。さすがです。はい、2022サードイメージガール、そして2022 D ステーションイメージガールとして活動させていただいております、さくちゃんこと林さくらです。皆さんよろしくお願いします。はい、今日で5人目なんですけど、はい、一番テンションが高かった。あ、本当ですか。みんなそんな低いんですか。いや、低くないけど。あ、高すぎ。いや、大丈夫大丈夫。あ、すいません。さすがです。いえいえいえ。はい。でも直前にうちのチャンネルの名前を覚えたっていうね。あ、そうです。はい、さすがです。はい、ちょっとここにも若干カンペはあったんですけど。あ、なるほど。はい、あの、水にで言えました。あ、さすがキャリアがあるだけありますね。いや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 、まあ、そんな林さんでございますけれども、はい、なんだかんだ言って私ともね、接点が多い、多分一番多いんじゃないかっていうぐらい。めちゃめちゃ多いですよね。多いですね、はい、多いです。で、多分知らなかった事実もさっき判明したんですけれども多分2009年か8年ぐらいから何かしらの接点があったんですよ。はい、はい、で、うん、まずレースクイーンになる、レースクイーンになったのは2012ですね。いいですよね。はい、2008年9年あたりに私洗剤取ってるんですよね。いや、もうその話聞いた時ゾッとしました本当に。言ってくださいよみたいな。まだちょっと短めで、うん、ちょっとこのくるくるっとしてた頭の時。ああ、はい、もう忘れたいですねその時のことは。忘れたいんですか。はい、ちょうどあれですよ、懐かしい話ですけど、七尾さんがあの3階のねイメージガールになった時、うん、でそのお披露目かな、はい、なんかファッションショーみたいなのがあって、はい、それに私取材に行ってたんですけど、その後ろに林さんもいました。あれですよね、渋谷のパルコでやってたやつですよね。あれパルコでしたっけ。パルコです。あ、そそう、今はちょっと違うところにパルコありますけど、うん、そう、懐かしい。そうそうそう、渋谷っていうのだけ覚えてましたけどね。そうです、そうです。もうずっと緊張しっぱなしの、あ、そうでした、はい、ショーでした。うん、まあ、探せばどっかにうちの画像あるんですけど。いや、もう絶対探さないでください。振りじゃなく、今日はね、さすがにそこまで古いのはね、あの、濃くなので、うん、そうです。濃くって言ったひどい。まあ、いいです、いいです、どうぞどうぞ、濃くですからどうぞどうぞ。いやいや、いや、濃くじゃないんだったら出しますけど。いやいや、出さなくていいです、いいです。はい、で、今日はですね、2014年ですね、はい、レースクイーンデビューは2012年からなんですけど、あの2012-13はあのスポンサーさんとの絡みとかいろいろあって、うん、ちょっと私はウェブ媒体取材ができないチームさんだったんですよ、ね。で、2014年から林さんを、サーキットで撮らせていただいてるんで、まあ、その辺の写真をいろいろ混ぜこぜながらですね、はい、お話をね、ちょっと振り返りながらいこうかなと思っておりますけど。2014年からですか。2014年からがいいですか、どっちがいいですか、遡っていくのと。じゃあ、まあ、最初にもう辛い思いしたほうがいいかなって思うんで、はい、じゃあパッと出しますけれども、はいはい、うわー、怖っ。2014年の、はい、最初 ARTA、 これ実スーパー GT 第2戦かな、はいはい、そうですね、2014年か、14年ってことはもう8年ですね、はい、そうですね。何も言葉が出ない。え、どう思います。いや、なんかまだ幼いなと思います。そうですよね。うん、なんか、まあ、髪も短かったっていうのもありますし、うん、そうですね、 ALTA はまあ3年目だったと思うんですけど、うん、まあ本当にレースクイーンというものをちょっとまだよく、あ、そうですか、3年目だったんですが、だったんですが、あまりなんかこう賞レースとかもやったことなかったりとか、はい、レースも ALTA 以外わからないみたいな感じだったんで、結構そうです、言葉が、はい、
まあ、今 ART も黒いコスチュームになってますけどね。そうですね、この当時かっこいいですよね、うん、割と可愛い感じで、結構サマンサタバサとコラボしてたりしたんですよね。あ、そうです、本当にこの当時はサマンサさんの会社に行ってフィッティングとか全部やっていただいて、うん、はい、結構トレンドファッションを取り入れて、厚底のスニーカーとか、うん、はい、それ以外ちょっともう覚えてないですけどうわー、アップ、なんか、なんか、何ブスだないや、それは年々綺麗になってるってことじゃないですか。上手だな、さすがフォトエンターテイメントさん、素晴らしいな、いじってんじゃねえよ素晴らしい、素晴らしい、いや、なんかすごいですね、髪も明るいな、色が。そうですね、うん、やっぱ最初の頃やっぱ短いイメージが自分もありましたよ。あ、そうなんですね、結構デビューしたばっかりの時は髪がもっと長くて真っ黒だったんですけど、2014年にバッサリ切って。あ、そうだったんですか、はい、なるほど。そうなんです、でもこのイメージが結構よくって、はい、その翌年のチームの方にもこの時期に見ていただいて、はい、いいってなって。じゃあその次の年のあれですね、あるんですか、はい、髪型の話をしているのにこのお団子これはビッグですね、もう短かったんで髪の毛。あ、ビッグなんだこれ。はい、これビッグです。あ、そうなんだ。もうザ・アイドルみたいな。この時ね、あれだったんですよ、うん、4人ともこれだったんですよ、揃えて。あ、そうです、そうです、うん、よく覚えてるね、はい、なんかもう髪型は統一しないといけないチームになって、で夏は自由なんですけど、はいはい、冬は巻き下ろしっていうのがもう鉄則で、はい、でもう髪の毛の短いあの子が、私とあと清瀬まちちゃんが髪短くってずっとウィッグつけて、はい、この時は必死でした。へ、はい、この時ね、取材時間がなかなかいただけなくて。あ、そうなんですか。リーステーションさん忙しくて、で山越フィットウォークで撮らせてもらったんですよね。その覚えがありますけど、なんかちょっと目開きましたね、なんかさっきのあれに比べてなんか眩しくなくなったのかなこれがあれですね、同じ年かな。あ、そうですね、これ主体ですね。これまだ開幕したてぐらいですよね。なんか私結構開幕らへんめっちゃ太ってたんですよあのすごい見ると自分ではもう分かるんですよ、この時は太ってたなとか、なんかちょっと顔起きてないっていうか、なんか太っててなんかこうパンとしてないなとか。いやー、よくこんな私を使っていただいてどんどん小声になっていく時系列としてはこっちの方はさっきの写真、あ、前なんですけどね。あ、そうですよね、うん、そう、これ春先で、さっきの夏なんで、はい、そうですね、はい、これはですね、モテギですね、これ。で次は2016年かな、16年よいしょ。あ、これ覚えてます、はい、もうこれは、うん、私が矢沢さんを認識した年です。不服そう。いや、俺はなかなかちょっとその後になんか、はい、結構媒体名を間違えてくるっていう、思いっきり競合他社の名前を出してきてどこどこさんですよねって、いや、それ違うんですけどみたいな。すいません、本当にすいません、ちょっとすいません、いろいろともう過去の全てにすいません、本当に。いや、大丈夫ですけど、うん、途中からどこまで覚えてもらえないんだろうっていう、ね、楽しくなってめちゃめちゃ失礼なやつじゃないですか、本当に。いやいや、すみません。それも面白いです。いや、もうそれでもね、こうやって呼んでいただけて、そうですよ、素晴らしいチャンネルいじりにしか聞こえないいじりじゃない。いや、でも本当ね、結構緊張してましたこの時。あ、そうですか、うん、これでもあれなんですよ、スタンレー電気さんの本社なんですよね。あ、これ撮ったのそこでしたっけ、うん、そう、あの、あ、毎年この当時はレイブリックさん毎年開幕前に呼んでいただいて、はい、その年のレースクイーンのコスチュームが新しくできたタイミングで、もう会社に行って、はい、もう一番最初に取材させてもらったんですよ。お、朝一で。その後にいる、確かに朝一でした。でしょう、はい、で媒体回りする前に私だけ行かなきゃいけなかったんです。はいはいはい、行かなきゃいけない。うちには寄ってくれなかったんです、しかもなんか動画も撮ってくれましたよね。あ、かもしれない、うんうん、すっごい緊張して喋った記憶があって、はい、そうなんだ、はい、でもこの時でもう何年目、4年目、あ、もう5年目か、6年目になります。なかなかですねいや、でも本当ね、ちょっとこう憧れのチームだったんで、そう、めちゃめちゃ慣れると思ってなかったんで緊張してこんな感じになってます
レイブリックさんって毎年オートサロンで発表されるじゃないですか、はい、今もそうですけど、はい、うん、でなんとなく私はそのチームさんとお付き合い長かったんで、うん、まあこの辺かななんていうルートが想像ができるんですよ、はい、うん、で林さんの名前がそのオートサロンの時に呼ばれて、はい、出てこられた時に、はい、俺あの当時の担当者、はい、あの Y さんに、うんうん、Y さんに、はいはいはい、Y島さんですね、はい、いやその手があったかって思いましたよって、結構意外だったけど、そうですよね、意外だったけどなんか、うん、あなるほどっていう、うん、嬉しい、なんでだよってなんなくてよかったです。あ、それはなんなかったですね。なんかちょっと想像できなかったのは悔しかったんですよ。別に私は偉くないんですけど、うん、す選んでいただいたあのもう、ね、はい、Y島さんとかね、もうレイブリック様様 で、はい、様様で、はい、ありがとうございます。今の私があります。はい、次が、はい、あ、同じくレイブリックですけど2年目だ、ね、はい、そうですね、うん、これ富士スピードウェイですけども、はい、5月かな、5月の大人になりましたね。だいぶこの辺、はい、今に近づいてますよね。そうですね、うん、そんなに違和感がないというか、うん、あ、違和感あ、やっぱちょっと馴染めてなかったですか。あ、でも髪を下ろして、そうですね、うん、そう、髪を伸ばしたんです、うん、レイブリックに入ってから、うん、ちょっとやっぱり皆さんレイブリックレースクイーンの方って、歴代の方、まあ、すっごい短い方ってそんないなかったんで、ショートの方とか、あの、うん、森木美和さんとかは、あの結構ショートの時あったんですけど、うん、コスチューム的に結構ここら辺が詰まってたんで、うん、やっぱちょっとこうなんかボンボンみたいなのが、うん、え、あれかなと思って、清楚系で行こうと思って。森木さんの時もでもチョーカーはあった気がするな。ありましたね。ありましたよね。すっごい可愛いコスチュームだった気がします。でも何年もやられてたんで、うん、もう本当に。でもいろんなチーム私取材してるじゃないですか、はい、そうするとね、各チームの担当者の好みが分かるんですよ。あ、うん、好みに沿った感じで、うん、なんか丸顔がレイブリック多いんですよ。いや、もうそうなんですよ。もう私もそう、こういうこれで、はい、いただきました。丸顔で仕事をいただいて、仕事をいただいてます。これもよりでアップですけどね。そうですね。でも林さんって角度によって結構丸顔に見えないですよね、うん、斜めの方だと見えないですね。ごまかしてるんです。ごまかしてるんですか、はい、それ意識してるんですか。意識してます。そうなんだ、はい、へー、すごい真正面だとちょっとね。これ懐かしいでしょ。これあれじゃないですか、エアレースじゃないですか。エアレースです。この時にあの、はい、私に対してあの、なんとかさんですよねって言って、思いっきり競合他社の名前を言って、いや違いますけどみたいな。そんな無礼者でしたか、この時は。この時7年目ぐらいですかね、確かに、はい、そうでございます。7年目のもうレスクイーンでございますが、え、そんなこと言ってました、はい、気のせい、あの人違いかもしれない。大戸なんとかさんですよねって言われて、あ、違いますけどみたいな。ポリポリそれはちょっともう申し訳ないですね。おだけ当てたっていうのおだけ、おだけ当てました。ほぼ合ってないですよね。合ってないですね。でもこの時面白かったんですよ、ね、うん、あの自分もそのエアレースで初めて行ったんで、いわゆるあのパドックっていうのが本来だとハンガーっていうんですよね、うん、あ、そうですね、はい、でそこに行くのに、ハンガーウォークに行くのに、うんうん、すんごい遠かったんですよ。そうでしたっけ、うん、あのバス乗って、あ、結構シャトルバスでどれぐらい行ったかな、かなり30分ぐらい乗ったような気がするんですけど、私たちもですか。あなたたちがどうやって行ったか知りませんけどどうやって行ったか知りませんけど、私もエアレースの記憶全然なくて、2日間ぐらいあるんですよね、これ。ありましたね。めちゃめちゃ忙しくて、もう結構私最後、うん、このブーツ、うん、もう立てなくて、うん、あのうちのマネージャーさんに両脇抱えられて、はい、あの移動してたんです。あ、そう、それぐらい結構移動とかもいっぱいあって、 ありがたいんですけど、イベントがあるのは、ね、今じゃイベント、ね、ね、コロナでできないんで、この時は、まあ、あれ贅沢な悩みだったんですけど、めっちゃ忙しかったです。でもなんかね、マスコミ的にもね、いろんな、 なんか経験があって、はい、
プレスルームみたいなあのちゃんとプレハブで立ってるんです、会員的なやつが、うん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 、でそこに行くともレッドブル飲み放題だったりとか、そうですね、たったあったで、ちゃんとあのお弁当っていうか昼食も出るんですよ、バイキング的に普通ないんですよ、他のところ行くと、ね、なさそうですよね、ないんですよ、で、プレスパス持ってると基本的には大体のところは行けるんですよ、で、あの女の子たちがなんかそのゲート入っていって、はい、あの辺はあっち行けばあの取材できるかなと思って、うんうんうん、ちょっと距離を置いてこうやって私アシスタントと一緒に歩いてたんですよ、うんうん、で入り口のところに2メーターぐらいある黒人 の, あの、はい、ガードマンみたいな人がいますね、俺が入ろうとしたら、うん、No って言われてた、そのパスで入れないって言われてなんか VIP しか入れなかったらしいんです、ありました、その VIP のお部屋に、うん、あのエアレースクイーン全員で行って写真を撮るみたいな時間もありました、そういうのがあるんだ、はい、すごかったで、駐車場とかも高級車しかないですもん、うん、確かになんかすごいなんかふいみたいな、ふいみたいな人がいっぱいいました、なんかすごいあれでしたね、車のレースと全然違って面白かった、そうですね、そうレイブリックレースクイーンやってた時だったんですけど、うん、普通レイブリックレースクイーンって他のチームのレースクイーンってあんまり やることができないんですけど、空のレースだから、ああ競合しないから、はい、特別にいいよって言っていただいて、できた奇跡的なレースっていうか、はい、そうなんだ、なんですごいいい経験ができました、うんうん、私も面白かった、すごく印象に残ってる取材です、うん、ね、でこの組織は、ね、まだあるんです、まだあるんですか、おーやってましたね、モーターショーですね、はい、これめちゃめちゃ勉強しました、なんか説明とかもしたんですか、はい、トークショーがあって、はい、あのレブリックレースクイーンのどちらかの子と、うん、あと MC さんとの時間があって、もう何し話せばいいってなったらやっぱ製品のことを話さないといけないん で、うんうん、そうですね、いっぱい勉強して、うん、はい、電気に詳しくなったんですか、あもう忘れちゃいましたね、でもこれもオーダーメイドで制服作っていただいて、あそうなんですか、はい、しっかり採寸して、うん、まあ、モーターショーってやっぱ全体的に清楚な感じですよね、そうですね、うん、よくオートサロンとごっちゃにする人いるんですけど、ーオートサロンはどっちかというと、まあ、改造車のイベントなんでもっとお祭り騒ぎですけど、確かに、うん、モーターショーは世界的な展示会なんで、そうですね、違いますよね、うん、はい、はい、ああ再びですね、戻ってきましたね、うん、D ステーション、はい、D ステーション、これは富士スピードウェイの屋上ですね、はいはい、この年は辛かった、なぜレースクイーン大賞があったからです、あ、はい、そっかこの年か、はい、でも結構ノミネートしてましたよね、そうですね、2015年の D ステーションフレッシュエンジェルツの時に、うん、レースクイーン大賞に初めてエントリーさせていただいて、うん、まあ、ノミネートしていただいて、うん、でその時はファイナルまで連れて行ってもらったんですけど、うん、まあそこまで、うん、でその時は清瀬さんでしたっけ、そうです、まち、ね、ちゃんがもう大賞受賞してグランプリ取って、うん、あグランプリはその翌年ですね、うん、はい、私がレイブリックレースクイーンの2016年の時に大賞を受賞した時にまちちゃんはグランプリを受賞してて、うん、その時に清瀬さんがこうやって泣き崩れているところに林さんがこうやって笑顔で手を差し伸べている写真が載っています、はい、ありがとうございます、はい、いやでも本当嬉しかったです、なんかあの時はもう大賞が取れるだけでもう本当にもうし、もうなんかもう一目標はみたいな感じだったんで、なんかまちちゃんがもう撮ってくれたのはすごい嬉しかったです、心から、うん、で翌年撮って号泣しながら、お礼の挨拶をしているやつがうちのチャンネルに載ってるので概要欄からリンクをこちらです、ご覧ください、感動のシーンですいやー本当に、はい、なんかそう戻ってきてすぐにリーダーっていう役割もいただいて、なんかこうリーダーって初めてだったんで、うん、ちゃんとこうアイドル活動をしながら、うん、なんかなんかその立ち位置も分からなかったし、で大賞の方ももう前回特別賞って感じになってしまったので、そうちょっと、ま、もう頑張んなきゃいけない、次取んなきゃいけないってプレッシャーかかりますよね、ありましたね、うん、やっぱ D ステーションっていうのもあるんで、
はい、これはもうよくです。あ、ちょっと気持ちに余裕がある顔していますね。安心みたいな。やったーってなってます。確かにさ、1年前ちょっと疲れてるよね。あ、そうなんですよ。やっぱ分かりますか？分かる分かる。選んでて、あ、ちょっと疲れてるなと思って、やつれてるもんね。私2018年の写真、うんうん、結構残ってないんです実は。疲れてて、ほんとひどい顔してるのが多くて、うん、この時すごい綺麗でしたよ。ほら、この時綺麗でした。あ、この時も、この時も、この時、今もですけど。そう、この時はなんか割とご飯も食べれるようになって、なんかこうちゃんと寝れるようになってみたいな。そう、結構ギリギリのラインで生きてました。大変。ねえ。この辺はもう最近ですね。あ、そうですね。これは一昨年かな。一昨年か。コロナ前ですね。のオートサロンですね。でこの時、うんうん、絶対俺こういう角度で撮らないんですけど普段は、はいはい、こっちに左側に人がいっぱいいてファンがいて、こっち側に関係者さんがいたんで、あ、真正面から撮っちゃったんですけど、なるほど、こんな感じですね。あ、でもやっぱ写真上手ですね。いやいや、カメラがいいだけですよ。もうなんかこの光の照らし方も上手ですよね。ストロボがいいだけです。なんで自分の腕って言わないんですか。好感度で売ってるんで。好感度で。もう素晴らしい、本当に。でこのあと1年空いちゃうんですけど、これが今年ですね、一番キンキン、はいはい、今年ですね。もうコスチュームも黒い方を着させていただいて、うんうん、ここ最近の印象はもうシーウエストの人っていう感じなんですよ私。シーウエストの人ですよね、確かに。オートサロンだしね。いや、もうまつげエクステもすっかりやめまして。あ、そうなんです。2020年まではまつげエクステをずっとつけてたっていう、どうでもいい話なんですけど。で結構やっぱメイクもナチュラルになったんですよ。うん、よく拡大して今度は見てみてください。しないと思いますけど。しますよ。なんだ、この写真を拡大して皆さんに見せてみて。毛穴たちがちょっとあれなんで。うち 4K 配信なんで。はい、怖い怖い怖い。まあ、こんな感じですね、持ってきましたけれども、はい、ちょっと最初怖かったですけど、見返してみたら意外と、うんうん、ですね、はい、いいものを、はい、一応選んで載せてありますんで、はい、ありがとうございます。はい、はい、で今年今、これ公開されるのは7月末ぐらいになるんですけれども、はい、まあ、どっちかというとこれから後半戦になっていく感じかね、レースに関しては、うんうん、そうですね、はい、どうでしょうかね今年。なんでサードのイメージガールになるってなって、うん、リーダーが太田あさみちゃんなんですね。うんうん、で太田さんがリーダーなんだ。そうなんです。もうあさみんももう3年目コベルコ、うん、あ、コベルコはね、はい、になるんで、私がこう新人の感じでこう入らせてもらって、ね、はい、はい、もちろん一番フレッシュなのはミズキティなんですけど、うんうん、まあ私がサードやらせてもらったっていうので、結構自分も意外で、うん、ファンの人も意外な感じというか、うん、新鮮、なんかフレッシュだねみたいな、うん、新人の気持ちに結構今なってるっていうか、うん、そうリーダーもいるし、まあ、リーダーにこう何て言うの、いろいろ教えてもらいながら、帽子のかぶり方も教えてもらったりとか、うん、なんか結構知らないこととか、なんかこうそういうのも教えてもらえるっていう環境になったばっかりなんで、なんかすごいワクワクしてるっていうか、うん、自分自身はもちろんレースもそこにこうね、いい風に流れていってくれたら最高ですけど、うん、そうですね、これから楽しみですね。まあ、気になるところって来年もやるのかっていうところが気が早いですけど、ね、早いですね。早いですね。来年もね、痛いですけどね。うん、ご自身的には、まあ、うん、できたらやりたいなっていう感じなんですか。そうですね、うん、あんまりゴールを決めてないというか、うん、決めた方が、いや私はやってもらいたいですけど、ね、真面目な話。本当ですか。真面目な話、どんどんなんか知らない人ばっかになってきちゃう、ね、うん、あ、いやでもそれは私も感じます。うん、うん、なんかやっぱね、知ってる人がいるとね、うん、助かります。嬉しいですよね、うん、特に私最近行けてないんでなおさらそうなんですよ。あ、そうですよね、うん、
大丈夫です、私が矢沢さんをサーキットで待ってますオートサロンじゃなくても待ってま す, す来年行けるといいんですけど ね来てほしいですけどね、はい、うんうんうん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、まあ、そんな感じで、今回は、講談社ベストカーとの連動企画で林さくらさんにいろいろ話を聞きましたけれども、はい、じゃあそんな感じでいろいろお宝写真見せちゃいましたけど本当ですよ楽しかったです、ありがとうございます、ありがとうございました。